なめしの工程で線が甘かったのかもしれませんね。線？皮に残っている肉片や油を削ぎ落とす作業のことです。これが甘いと長持ちしません。お肌が少し荒れてますね。なめし剤にミョウバンを使いましたか？お肌が敏感な人は合わないんです。おすすめはやっぱりタンニンなめしですね。植物性ですので素肌に触れても。江戸前くん、他にも君の作品があるなら着て見せてくれないかな。いいんですか？どうですか、鶴見さん。いいね、とても素敵だな江戸前くん。いいね、時代の最先端だよ江戸前くん。もっと見たい、江戸前くんの素敵な衣装をもっと見たいよ。猫ちゃんのように猫ちゃんのように歩くんだ。あー、かわいいかわいい。何なのだこれは。ん、あれ、違うな。やっぱり鶴見注意のがいい。あ、傭兵の耳が。あれ、あれれ、楽しい。母さん、いや、耳あった。母さんになんてことを。ほら握りなさい。君が母君を撃つんだ。母親に銃を向けるなんてなんてひどい息子なの。決めるんだ、江戸外君の意思で。そんな、やめて、撃たないで。巣立たなきゃいけない。巣が歪んでいるから君は歪んで大きくなった。やめて。声が止みました。母さんは心臓発作で死んだ。生きてるうちに決着をつけるべきでした。ありがとうございました。